おはようございます。アイナナインの ZPG です。今回は、ザ・レトリック、人生の武器としての伝える技術っていう本を勝手に予約して、勝手に、解釈していきます。これまでは、議論の説得で、人柄を元にした説得と、感情を元にした説得っていうところの話をしました。今回は、理屈、論理で説得をする場合の話をしていきます。論理の組み立て方っていうのを今回は学んでいきます。では、論理の組み立て方、基礎を集めていきましょう。基礎として、演繹と機能っていうのがあります。よく聞く。数学なんかでもやったことがあるかもしれませんね。学校のね、数学の授業でもね。一応見ていこうぜ。簡単に言います。演繹って何かっていうと、一般的な法則を他にも当てはめること。一般的に通用することを例外的なことにも当てはめること。例えば、鳥が空を飛ぶっていう一般的な法則があるんだったら、鶏も空飛べんじゃね？まあ、例外では個別の面の場合ね。鳥が空飛ぶんだったら、鶏も鳥なんだから、鳥なんだから空飛ぶに決まってんじゃねえか。みたいな理屈です。はい。まあ、これ間違ってますけどね、これね。でも、当てはまるものもありますよね。例えばそうだな。そうだな。どうしようかな。難しいね。まあ、いいか。鳥が空飛ぶんだったら、カラスも鳥なんだから空飛ぶだろう、みたいなね。そういう感じかな。はい。で、機能っていうのは英語の逆。特定の、まあ、例外的な事柄とか、一部の事柄から一般的な事柄を考える。これだったら、これはさっきの鶏で言うと、鶏が空を飛べないんだったら、ってことは、鶏は鳥じゃないんじゃないのみたいな。だって鳥は空を飛ぶんだからさ。みたいな。そういう理屈ですかね。ちょっとわかりづらいかもしれないですけどね。っていうのがあります。これが、まあ、演繹と機能って、まあ、一つの、まあ、理屈でございますね。で、まあ、事実とかさ、あとはストーリーとかさ、そういうのは、その特定のことが入ります。そこから、一般のことが考える。例えば、ストーリーで言ったら、こんなことがありました。だから、一般的にこう言えるんじゃないでしょうか。みたいなのが、言い方が機能ですわ。でね、他にはね、基礎として、省略三段論法ってのがあります。A ならば B、B ならば C。ということは A と C は同じ。A と B ってか同じ。B と C は同じだ。A と C は同じっていう理屈。共通認識を使って論を構成します。例えば、何とかすべきだ。なぜならこうだから。っていうのを、まあ、まず選択肢を持ってきて、ね、一つの選択肢ね。例えば、明日旅行に行くべきだ。なぜなら、ね、私たち家族は、いつでも一緒だからだとかね。よくわかんないけどさ。っていうのをこれ入れていくわけですよ。この中にね。A とか B が同じ、B とか C とか同じっていうのを一時説明しないで、まあ省略して一つの文にしたわけですね。はい。一旦基礎でした。3分経っちゃった。じゃこの基礎を踏まえた上で論理っていうのをやるんだけど、どっちかっていうと、論理は誤っていることが多いです。その誤りを磨く必要があります。そのためには何が必要？3つです。1、証明が結論と関係あるの？ね、2つ目、選択肢がちゃんと用意されてますか？抜けてませんか？とかね、同じ選択肢2つありませんか？とか。3つ目、結論に誤りはありませんか？この3つが大事です。でもこの3つ、難しいですよね。本当ね。で、修士学の場合は、論理の誤りっていうのは、話し手じゃなくて、聴衆に見抜く責任があります。だから、騙される方が悪いんだよ。聞いてるお前らがちゃんと聞いてないから悪いんだよ。ちゃんと聞かなきゃいけないんだよ。だから、これは意識しなきゃいけない。一方、説明責任は話にあるんですよ。どういうことかって言ったら、話をしていて、この話がおかしいぞって気づかなきゃいけないのは、聞き手なんだよ。聞いてる人は、聞き手側はこれおかしいって言わなきゃダメ。それで何か、それに気づかなくて何かあったとしても、それ悪いのは聞き手なんですよ。で、話し手は、なんかこう、じゃあちょっと、誤解するような言い方をわざとしたとしても、それは責任はない。だけど、もし聞き手がそのおかしいなことに気づいて、これこうなんじゃないですかとか、それどういうんですかって言った時には、話し手はちゃんとそれ答えなきゃいけないんだよ。逃げることは許されないんだよ。つまり、話す時は論理の誤りとか、機嫌とかを見抜かれないようにしなきゃいけないし、聞く時はそれを見抜けるようにしなきゃいけないっていう、そういう使い方なんですね。で、これを基本に誤りを見つけると、まあ、こんなのがいっぱいありますね。こんなのがね、時間あるかな？あんまないね。一つは、間違って比較。ね、っていうのは、
似てるものを持ってくるって比較するんだけど、似てるものと同じものってのは違うよね。でも、ともに似てるものをあたかも同じものを考えて話をするんだ。例えば、なんでお前は誰で B 君を殴ったんだ、ね、それは A 君が殴るって言ったからです。そうか、じゃあお前は A 君が殴るって言ったら、B 君を殴るんだな。お前は A 君が死ねって言ったらお前も死ぬのか。何かを、じゃあ何か人を殴ってしまうって悪いことだけど、それと自分が死ぬことって別なんだよ。似てるけど。でもそれを同じと考えて、相手に伝えるわけだ。友達が死ねって言ったらお前死ぬのかっていう言い方をすることで、いや、そうではありません、そうだろ、同じことだよっていうふうに言うわけだ。だからここで、いや、同じじゃないですよ、似てますけど全然違いますっていうふうに言えたらいいですよね。二つ目、不適切な例ですね。例えば、どこどこ大生は犯罪者ばかりだとかね、一部を全体と捉える、ね、どこどこ私立大学の人たちはめちゃくちゃ頭が良くてお金持ちの人たちばっかりなのに、なんかいやらしいことを女の子にいっぱいしてるらしいぞみたいな、そういう人たちがニュースで何人かいましたと、これは全員そういう奴らの集まりなんじゃないか、集まりなんだ、一部の例外を見つけばそれが全員そうじゃないかって捉える、これも間違いが多かったりしますよね。3つ目、無知を証拠とする、これも危なっかしい、幽霊がいないことを証明できないんでしょ、じゃあいるんじゃねとかね、悪魔の証明って言いますよね。それが存在しないことの証明、例えば、そうだな、国会の、なんだ、国会中継とかありますよね。誰々に賄賂を送っていない、まあ、送ったんだろうって言ったときに、いや、送ってませんと、ね、送ってない証拠あります、そんな送ってないんだから証拠なんてあるわけねえじゃんって、送ってない証拠はないってことは送ったんじゃないかみたいなね、そんなものが1時間半ぐらいやってましたよ。バカだよね。でもあれ時間稼ぎしてお金もらえるんだからいいよな。おっと、こんなこと言っちゃダメか、はい、まあそんな政治家ばっかりじゃないと思いますよ、はい、まあ自分に言い聞かせてんだけどとかね、まあ無知を仕事するんで、知らないことを仕事する、こういうのもあります、気をつけてください。あ、道後反復、証明と結論で同じことを言う、そうだな、なんか今の日本は危ない、なんとかしなきゃいけない状況になる、だから、日本をなんとかしなきゃいけないとかね、なんかそれっぽいこと言ってるんだけども、実はこう同じことを繰り返し言ってるだけで中身はないんですよとかね、まあ結構そういうこともあるじゃないかね、政治家とかでね。あとは間違った選択肢、答えがもともとそこにはないとかね、あとは一問で二つ以上解くとかね、選択肢をさ、話が出すわけで、私たちはどうする、進むか戻るか2つに1つだっていうけどさ、いや進むも戻りもしないなんて選択肢もあるわけで、そこをね、そういう答えが含まれない状況だったり、あとは1問で2つ以上通っているのは、例えば、はい、聞いて答えてください、あなたは10年以内に、また万引きをしてしまいましたか、過去10年以内にまた万引きしちゃいましたかとか、そういうのが、まあ、2つの質問が入ってますよね。1つは、あなたはまた万引きしましたかと、あなたは10年以内に万引きしましたかが2つあるんだけど、これ1問の2つ以上取ってしまうと答えにくいんだよ。とか、はいかいいえじゃ答えられない質問だった場合には、はいと答えてもいいえと答えても、なんか自分はまるで昔万引きをしたかのように思われてしまうね。まあ、間違った選択肢ではあります。ここも気をつけてください。1問で2つ以上取ることがよくあります。あとは、わざと関係ない話をするね。話が不利になった時とかにもよくあります。わざと関係ない話をしてずらすね。ね、はい。で、次は、間違った結末。証明が結論に結びつかない。結びつかない。ゲームしたら学力が下がったとかね。もちろん、ゲームをしすぎたら勉強しなくなって学力が下がることもあり得るんだけども、ゲームのせいだけじゃないよね。読書しても学力は下がるし、野球しても学力は下がるんで。ばっかりね。そうなわけです。間違った結末。つまり、ここは権力の誤り。権力がある人が言ってんだから無条件正しいんだっていうね、やっぱり人柄に近いものがありますけどね。でもこれは理屈としては間違ってるだけで、レトリックとしては人柄のエイトスのレトリック、人柄でそれを説得力を上げるっていうのがあるから、レトリック的には問題ありません。ただ理屈としては合ってますよって話ですね。じゃあさ、レトリックで言った観測って何なのっていうと、まあ嘘ついてもいいんだよって言ったら、人柄とかで飾ってもいいんだよ。だけど議論が先に進まないようなことってのも、例えば未来形を使わないとかね、過去の話ばっかりするとかね、あとは一つのルールに固執するとかね、暴力で何とかしようとしたりね、言葉で何とかしないとかね、いつまでも自分のルールを変えないとかね、あとは相手をバカにするとか、あと
それっぽいことばっかり固執するとかね、はい、時間の